三影タワーレジデンスとは、兵庫県神戸市東灘区三影中町の阪神、三影駅と国道2号との間で行われている、三影駅前複合開発における超高層マンション。再開発地区内には、他に商業施設の三影クラッセなどがある。2007年3月31日に並行した、神戸市立三影工業高等学校跡地の再開発として、 2008年3月20日に商業施設ゾーンである三影クラッセが開業し、遅れて2010年3月に東マンションが竣工した。低層部は有料老人ホームとなっている。東マンションの高さは170メートル。竣工時点では兵庫県で最も高い分譲マンション及び超高層ビルとなっていた。ただし JR 三宮駅東側の朝通4丁目。 再開発事業において、高さ190メートル、54階建ての高層ビルが2013年2月に、竣工したため、県内で最も高いビルではなくなった。搭載開発における住宅ゾーンである、三陰タワーレジデンスは倉庫数が502個あり、分譲10個408個、有料老人ホーム88個などで構成される。2階にメインエントランスホール、サブエントランス、ラウンジ、 7階にキッチンスタジオ、キッズルーム、フリースペース、AV ルーム、ゲストルーム、8階から47階に住居がある。住居用に6機のエレベーターがあり、低中層階用は1階、2階、7階から21階に停止、高層階用は1階、2階、21階から47階に停止する。21階及び22階には住居人用、スカイラウンジ、 スカイゲストルームがある。駐車場は286台。自転車置き場は816台ある。事業主は以下の通り。セキュリティでは建物エントランスドアの会場、エレベーターの呼び出し操作は非接触 IC カードを用いて行い、住居玄関はリバーシブルディンプルキーで過剰する。管理体制は 大阪ガスのセキュリティシステムを導入し、24時間365日友人による管理サービスも行う。その他、竹中公務店独自の免震加工法の採用、免震構造と組み合わせ高いレベルの耐震安全性を高めている。ありがとうございます。